ごーおにゃにゃちわー。いきなり始まっとります。スーパーオフ対戦 F 完結編。切り払いが怖いですが、エピオンヒトロットでキュベレインに挑みかかってみまするぜ。ヒー、トロットじゃー。ビキーン。今度は当たった。2000弱。ピラメキーの。そんでもって、そでもって、行ってこいでキビスを返して、キシリアザビ目を削ります。どいつもこいつも HP が、途方もない。45% で気をつけろ。敵をアバワー空上に戻らせるな。そうして、そしてまずは、ギレンを暗殺されるわけにはいかないので、例のごとくキシリアを先に片付けようかと思いますぜ。今回は第71話、漁港の偶像マップの後半戦になっとりまするぜ。ズキューンと硬いドロスをじりじり削ってくしかない。最後、レディアンと草にもさらなる蓋をしてもろてだ。ハマーンには再び、行ってこいの無駄足つこうてもらいましたよ。前半戦ではハマーンアクシズ軍の面々であるイリアラカンアリアス、マシマーキャラなどを苦戦しながらもどうにか倒しましたが、まだまだ敵は強敵が残っておるのが現状です。ギレンは後回しだけ無視します。シラーンチ。そして今はハマーンを挑発で、振り出しあちこち無駄足、使わせながら削っておるのです。お。ようやくデラーズフリート隊が動き出したが敵じゃないぜ。マップ左下には今が動き出さずの追加配置組がおりますのよ。シャリアブルだけちょっと危険。やっぱニュータイプは侮れぬ。とはいえフル改造のメリクリウスなら、それもより浮かレッドワン。あ、そう。敵のレベルが低すぎるので、敵方全員のレベルアップを行っておりまするぜ。だから一層侮れぬのさ。こいつは例外。やっぱ改造段階が低いのか、軒並みレベルアップさせとるのに、いかんとも仕方い命中率。さささ、追加配備組も動き出したぞ。もう3度目か4度目かの、ピラメキーのバイエトビ向けで、ハマーンキュベレイぶち抜くぞ。いけバチコーン。今回の追加配備は、ビズザムドーゲンウルフ、ジャムルフィン、そうしてクイーンマンサの計4機になっておりまするぜよ。かなりヤバい4機です。シーマはあっさりポンでした。ここまで大活躍のメリクリレドワンは、玉切れしましたので、あえなく帰還させまする。エピオン VS キュベレイ、ピラメキーのなしで行ってみるべ、ハマーンカーン、このライトニングカウントが、貴様に引導を渡してやるだなもし、せーなことに貸してみたり、したかったけどもー、あっさり切り払われちまったぜー。でもね、こっちも77の、ファンネル攻撃かわしてやったぞ。シャリアブル、相手が悪かったな。おっとどっこいわずかに残る。気をつけろ、サイコメ式は、破壊力が、さすが古豪やるじゃなかか。この最終盤にドライ戦で、出撃とは、勇ましいなカリウスくんよ。ズキューン、おっとこちらもあとわずか。基本、ノンリセットでやっとります。絶好球が回ってきたぞ、ワーカーくん。コンマップからビルゴアンをフル改造いたしておりまする。足が遅いのが難点じゃが、ワーカーくんもこれでレベルが、60じゃが、以前に回行動する気配なし。これでアバワー空上は乗っ取った。ゴズメも動き出してきたので、熱血で畳みかけるぞハマーンカーン。ザキューン、ぐる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 、ドカーン、5000、フレキシブルバインダーシールドはないはずなんじゃがそんなもんなのか？トレイズカッカも綺麗に切り払ってくれたみたいだし、やっぱファンネル攻撃には、いささか難がありますなぁ。ビキーンととどめの一発、シャリアブルのじっちゃんも、これにて終了でございます。どんどん行くぞハマーンカーン、花てー。やっぱ強いぜビームキャノン。そしてようやく見えました。綺麗な子を描いてみても、ピラメイトルから無駄なんじゃ。ソイジャラバー手は緩めずに、レディアンと草行きませう。バスター、ビームライフル、発射ドカーン、ボカ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 、シャーシャシャー、集中効果の賜物じゃ、当てるし避けるし最高だべ。そう、次回マップからはいよいよ、ポセイダル軍との決戦が待ち構えておりますが、いやー、雑魚すぎるのよポセイダル軍。だからレベルアップの他に、運動性能と限界反応なんかも、テコ入れしてあげてんのさ。これでかなり強くなっておりますので、次回マップもこう、ご期待です。じゃあ、せっかくの集中効果も意味なしか、どっちやばいぜネミーフェイズ。さすがに誰かが落とされるかもじゃな。あ、ビルゴくんを狙うのね。でもねこっちはフル改造、してるのにいい。どうしちゃったんだクライスト。あと一発でおだぶつだ。
こうなりゃやけくそ、いけるとこまで行ったれやればできる子やれでき。よーしよしこの調子で、どんどん行くぜ。臆するなアスゲン。次回マップはアスフィーの機体も、強してるから序盤から、激戦必死の展開になっとるよ。よーし、首皮一枚生きちょるぜ。でもね、無駄に反撃してしもた。次は避けるべ大丈夫じゃろ。ね、大丈夫だよね。よっしゃー。依然健在クライスト。こっちも危ねえドロシー銃。あと一撃で沈んじゃう。何かの間違いでいいから、よ。避けて、くれ。せっかくのフル改造ビルゴアンが、あえなく撃墜されました。次回マップも当然当然、追加配置を行いました。参加してないギワザ一味を、追加したり、あの裏切り者や、あのゲスト野郎も、追加してみたので、かなり厳しめな展開になっております。だってだってさ、月に侵入されたら、負けだからね。来たぞ来た来たベゴザムラル。ドロシー銃、なんとかしのげ。しのぎ切った。ドベウルマクベは射程外からか。やっぱクセモノマクベじゃな。まあまあに劣る。ナイスメラー君。60何パーよう避けたわ。よしよし。クイーンマンサワーの距離から、これで一回はほっとける。おっとっと。やっぱり母艦の破壊は、ダメなのね。こいつは気をつけねば。さ。ハマーンカーン、これで終わりだ。っていうなことカッカに言わせてみたり、したかったのに、まだだった。完全なる勇み足。そして見事に切り払い、このドキドキハラハラのノンリセットプレイが、いいねって思ってくれた方は、グッドボタンをポチッとよろしくね。マジで毎回ハラハラものです。いやはや誘導ミサイル恐るべし、グアルグアロジェタカが知れちょるから、最後はジャムルフィンに乗せてあげたよケリーのおっちゃん。ジャムルフィンはハイスペックだから、少しはやれんじゃなかろうか。なかなかやるじゃん当ててきた。でもね、ワーカー君で追い打ちです。パキューン。よしよし、あと一撃で終わりじゃな。間違ってもマップ兵器は撃たせてやらんばい。でもね、ノイエジールよか活躍しちょる。ハマーン DC 軍はね、オールドタイプとニュータイプが混在してるから、ユニットテコ入れしたら、ニュータイプ軍団がそりゃ恐ろしいことになりそうなのでしませんでしたの。100個多い。59をよく避けた。ていなわけで、ミュラー君がとどめ役です。パキューン。追加配備のジャムルフィンも、これにて終了。グッバイケリー。切り払われる可能性の高い、エピオンは切り払い不覚民に攻撃させよう思います。覚悟じゃベゴザムランバラル。チェストー、バシーン。ベゴザム登場も、様になっちょるランバラル。が、ガシャー。6000強、当たるしえぐいしめちゃやばい。ハマーンカーンにとどめです。シャラシャラー。さらばキュベレイハマーンカーン。本マップのボスクラスの一角は、これで崩れたが、まだまだボスクラスは、残っちょるので油断禁物。やっぱベゴザムの攻撃力は、やばいんだとわかったので、ようよう気をつけねばなりもはん。イケレディアントクサ、アイフィールドがなんのその、やっぱワガーズユニットの、破壊力は強力じゃ。ドラー、めっちゃやばいぜ。大型メガ粒子砲、キュベレイ沈めたとて、こいつら強すぎるから、一難去ってまた一難じゃねえか。コツコツ削ってここまで来たぞ。うおおお、左推進システムどころの、騒ぎじゃないぜレッドワン。総力戦じゃのインちゃん。よっしゃー、なかなかの、破壊力だぜ。敵の砲じゃ気をつけろ。これまたきついぜ大型メガ。こりゃ下手すりゃ一撃で粉砕されてしまうかもなので、いやあ、ヒヤヒヤなのでよ。よーし、だいぶ削れてきたべ。キシリアドロス、誘導じゃないのか。前よけドロシー、まだまだ続くぞべゴザムラルよ。行け、ドーバーガーン。よしよし、これでなんとか半分来たぞ。べゴザムいつかは使おうてみたい。87を、避けよったー。ベラボーデンなトレイズカッカ。いやー、当たりそうで怖いけどもだ。ナイクリ、終わりが見えたべ。キシリアドロス、しかもかわしたいうことなし。ここでクイーンリリーナから、愛の恵みをいただきます。ここまでご視聴してくれたそこのあなた、チャンネル登録まだでしたら、この機にぜひとも登録していただけると、とても嬉しいアスゲンです。宇宙空間のままではきついので、アバワーク以上に張り付き直して、キシリアドロスに追い打ちかけます。いやー、所詮5段階改造では、この程度なのか、いや違うか、地形効果があるんだな、ナイシーテクス、ソイジャラバー、長女キシリアザビ、
最後の時だ。バスライ、かませー。ふきゅーん。594、残っちゃったか。594、当たるか外れるかは五分五分じゃ。さすがはひしりあやりおるわい。てーなわけでてなわけでと。最後に残ったわのインちゃん。これで終止符打っとくれ。バチコーン。なんとか倒して回復されずに、済みました。なんとかどうにかここまで、こぎつけてきたぞい。あと少しじゃ。キシリアは倒れたぞ、ギレン総帥。じゃからから、そろそろお前にも、反撃しておいてやるべ。ウィングゼロがいるからさ、さすがにその存在が霞んじゃうかと、思っておったゼロワンですが。いやいや、全然そんなことないね。めちゃいいぜ。当ててきた。あー 17% 当たっちゃダメだよ 17% いやあやばい。レディアンと草が追い込まれた。でもないクリ。あとはひたすら必死に避けるしかない。目覚めよセブンセンシズ。ぬおー避けよったわ。もう一度来た。そやったー。どうやら目覚めたのかセブンセンシズ。これは当たらんのエディール。多分限界反応がお粗末なんじゃろ。アナベルガトを終了っす。ジクジオよし。マクベはその場からの攻撃じゃからあと一回、忍びば生存が見えてくるじゃん。てかそれは防御すべきでした。あとマスじゃあとマスじゃ。今度はオットー君が危ないぞ。51パーなくはない。オットー。許せオットー。切り払ってもいいんじゃよ。かわしてもいいんじゃよレディアン。シャーシャー。死刑効果様様じゃば。物資補給のためのミデア部隊が到着した模様の程です。ご苦労様です。戦闘終了まで空域外で待機していてくださいまし。ダーメ元じゃダメ元じゃ。射程外から食いバスかませ。ぬおー。当たった当たった。やってみるもんだらー。やってやれわーかー。フル改造のトーラスなら、なんとかどうにか張り合えるはず。ふきゅーん。よしよし。君も立派な戦力じゃい。キシリアもギレンもなかなかに、よう当ててきやがるわいな。ま、叩き合いこそ、スパロボ F の真骨頂。それに競り勝つところが面白い、じゃと思いません。ないよけアレックス。さ、熱血ドバガデプル2に、先制パンチ食らわします。頼みましたぞトレイズカッカ。は、放てー。ジギーン、それでも硬いクインマンさ。やっとあんたの回避力は、数字以上にベラボーじゃ。ピラネキーのエピオンで突撃かますぞ。ライトニングカウント。ビーム。ソードだー。ジャキーン。エピオンビルゴクウィングゼロの、サンク登場のパイロットには、なんちゃってゼロシステムを採用してるんだぜー。さあさあさあ、ベゴザム一気に、ほふれるか。魂ビームガンダ、レッドワン。ブル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 。ドカーン。行ったー。一気に行ったー。量産型ベゴザム倒したぞー。次はお前だ、オットー君の仇なり。じゃらじゃらー。ドベウル登場させたとて、結果はアルジャジャと同じじゃね。マクベもこれで終了です。エピオンの武器の攻撃力は、テレコに入れ替えてありまするで。うんでヒートロッドの射程2に、してあります。やっぱり、なんだかんだ当ててくる。さささ、次回マップはかなりテコ入れ、しましたから。かなり違った展開になるかもと予想されますので、激戦必至の展開になればいいなと思っておりまするぜ。先ほども申し上げましたように、追加配備にギワザ一味の、欠席国と、あの裏切り者、はたまたゲスト三人衆の、あいつも加えておりますので、さてはてどうなることやら、月を防衛しながらの戦闘だから、なお難しいだよ。これでようやく半分か。エピオンとトルギ2の HP は3分の1に削ってあります。そいじゃらばー。トルギ2とクイーンマンサの2回戦目。くらえー。ジギーン。アイフィールド貫き。さすがにプルプル。3500当ててきた。ジョチ怖いが、白トーラスでも攻撃じゃ。あぜ？やっぱ5段階改造のドバガより、フル改造のビームカノンの方が強いのね。しかも避けたしやるじゃんのえん。ビルゴ2は未だ5段階改造のままなんですよねー。当たりすぎじゃよドロシー城。仕方がないのでレディアンと草の愛で全回復に努めます。そして、しんがり攻撃の特さには、集中使うてもろて、どうにかこうにかファンネル攻撃、かわしてもらいたいと思いまする。ぶち込めー。ジギン、ドーン。この手があったか切り払い。これで心置きなく2発目を叩き込めるぜナイスじゃとくさ。再び、見えたよ
見えた。終わりが見えた。無難と連続切り払え。確かレディアンと草にはシールド防御のスキルがないのよね。ああもったいない。暗証区域に隠れてんのにこの色。さあ反撃するんだトラントくん。もちのろんトラントくんにもスキルはないのでもったいない。 40% じゃかわしてくれ頼む。ノー防御にしておけよかったかもじゃ。まずは防御じゃ防御。ああ恐ろしか。これなら反撃できそうじゃね。倒せば大金星じゃニコルスクちゃん。今世紀最強のニコルン。ビーム、ジギン、炸裂。やったぜニコル大金星。あとは親玉ギレン総帥。もう、あんま死余力は、ないかもなので、ゲストの野郎は諦めます。毎回思うんじゃが、倒された上で、撤退してくれやー。ええー、のに、ほんと謎の設定の、ゲスト3人衆には、ヘキヘキするぜ。行くぞ魂ビームガン、シャラクセーガン。やっぱビームガンじゃこの程度。ま、防御特化型のユニットだから、そうなのも仕方がないか。おー、しかもビムキャは切れとるがな。あ、そう、今後のポセイダル軍といえば、なんちゃってであの白いやつ、キテラとかいうやつも、再び登場させよか思てますー。前回のアクシズ軍の時には、見つけてたのに見落としてた。マスグラフィックも今回は、ちゃんと変更しますよってに、そちらも合わせてお楽しみにー。よし、ギレンもいよいよ追い詰めた。マップクリア見えてきた。さすがにしぶとい37だぜ。ニコルンビームクラはしちゃろかな。メロメロになってしまえギレン総帥。ニコルンビーム。ここまで削れば大丈夫。最後はゼクスで幸運だ。いやー、マップ開始当初はどうなるもんかとヒヤヒヤしておりましたが、なんとかどうにか3期かな ?3 期の被害だけで済みましたぜ。これで決まりだー。ラシーン。これにてハマー DC 軍との熾烈な戦いも終了します。次回からはポセイダル軍戦となる。復讐の刃マップじゃったけか?そちらが始まりますので、再びお目にかかりましょう。さようならー。